赤いグローブ山本尚輝、対するこちら青いグローブはカズムの一戦です。アンダー60キログラムファイト3ラウンドマッチ、思い切ったパンチはカズム、蹴りは山本です。さて中村さん、山本尚輝が、はい、山本優也の弟なんですよね。そうですね、同じこうブッチービートで、はい、ずっとこの今まではアマチュアで前から左、はい、キャリア積んでたんですけども、ちょっと今回カズム選手の対戦相手がもともと金松選手がちょっと欠場になって、それを受けて今回山本選手急遽試合が決まってこうデビュー戦が、はい、組まれたという感じだ形なんですけどね。今これローキックいいですね。一つローブローかなというところもあったんですが、その後攻撃をつなげていきます山本。しかしミドルを潰すようにして前進してくるのがカズムです。コヒリーマキ選手、出だしいかがですか。いや、お互いですけど、やっぱ山本選手スピードありますね。はい、そうですね、うん、それに対してパンチがこのカズムなんですね。フック系の拳、両手でこれを掴んではいけません。山本の蹴り、ちょっと小平選手一瞬雰囲気がそのお兄さんの優也選手に似ているなというところもちょっとあるような感じもします。そうですね、このローキックからそれでもパンチを返すのがカズム。二人ともアグレッシブです。もう中村さん、これ、はい、戦闘タイプとしては違うようですね。そうですね、やっぱりカズム選手はやっぱパンチがすごく、はい、いいですよね。思い切りのいい拳、そこから膝というのは青いグローブカズム、対してデビュー戦の山本なんですが、パンチからローキックへつなげていくという攻撃です。かかとをももの裏、膝の裏あたりにも当て込んでいきます。新空手での経験がある山本、それに対してロングレンジのフックはカズム。組みつき口頭注意です。両手で組みついては口頭注意、カズムに対して与えられています。ジャブロージャブローという声が赤コーナーサイド、赤コーナーからは飛んでいます。これはフックですが、迎え入れるようなパンチ、ダウンではありません、ダウンではありません。左ミドル、これも速いところ、逆にパンチはカズムが返していきます。中村さん、パンチ対蹴りという図式成り立っていますね。序盤の展開からこうやっぱ時間経つにつれて、そういった、はい、この試合はパンチとローの勝負になるのかなっていうような、そうですね、様相を呈していますね。はい、クラッシュ初出場のカズム、アグレッシブファイターです。ここまで1勝0敗、はい、カズム選手もね、2戦目ですからね、まだ、そうなんですよね、やっぱりカズム選手は山本選手はパンチとローで前に出て、ロー主体でパンチ、出てくるので、そこに自分のこうパンチ合わせるっていうような、はい、そういうスタイルでしたし、途中一回自分から攻撃まとめてロープで詰めてたことがあったので、はい、ああいった場面が出てくると勝野選手のペースになるのかなと思いますね。拳の圧力で弾む青いグローブ、このパンチなんですが、ガードを高くしてその後のローキック、赤いグローブの山本尚輝。でも本当に K-1 チャレンジ、アマチュア大会毎回本当レベル高い選手多いです、特に A クラスは、はい、で今年はどんどんそこで活躍した選手がこうクラッシュでデビューするという流れもできてきているので、そういった意味ではこういったカズム選手だったり、山本選手も K-1 チャレンジ出場経験あるので、はい、またちょっと新しいこう流れっていうんですかね、がこう できつつある中でのこの2人の対戦かなというのもちょっと見てて思いますね。これ楽しみですよね、新しい構図として、はい、小比類巻選手、やはり指導する側としてもまたそれなりの考えることあると思うんですけれども、はい、K-1 チャレンジという舞台があってそこからプロへというところですよね。そうですね、ここは山本がローキックを当て込んでいくんですが、遠い距離からのパンチが弾む、左、さらにフック、パンチあるな、そうですね、カズムの拳から膝、さらに左膝、しかしやっぱり組みついてしまっては口頭注意となります。両腕でですね、このローも効いてますね。いいですか、効いてますね山本、
でもそれ以上にあの和美選手パンチで攻めてきて、このパンチ力ありますね、はい、一歩間違ったら危ないですよね。今その距離まで近づいています。明らかにパンチで和美、ローキックで山本、これで出足を山本が止めようとしているように見えるんですけれどもね。和美のパンチややバランスを崩しながらでも強打を放つことができます。和美選手は気持ち強いですね、この人は。そこまずいいですね。ロー本来ローを効かされてたらローの方に意識いくんですけど、それでも自分のパンチを信じて、はい、こっちの方が倒せると思ってますね。バックスピンのブローがあるんですが、攻撃こそこれ最大の防御というところなんでしょうかね。カズム、ここも変則的に飛び上がるように右、そこから相手の目をしっかり見てカズムのパンチ、山本は蹴りで前に出てきます。さらにコツコツとかかとも落としてくるんですが、カズムの拳、左フック、もう一発右、それをなんとかかわして山本、ボディフックは左です。カズム、さらにミドルキックから、ああここはどうだ、耐えることができるか、あと10秒、カズムのこの拳、顔面が流れる。山本だいぶ苦しくなりましたが、カズムも少し攻め疲れがあったか。第2ラウンド終了です。いや中村さんも思わず声の出る展開でしたけれどもね、はい、そうですね、やっぱりあのカズム選手、まあ、ローキックもらってるんですけど、あそこにパンチで飛び込んでいくところだったり、やっぱり当たってからのこうまとめる力っていうのはすごくこのラウンド特に何度も目立ってたので、はい、このラウンドカズム選手のペースだったと思いますね。ただ山本選手のローキックも、あの確実に効いてると思うんで、はい、あれをこうこの3ラウンドでもっと効かせる、もしくはダウンまで持っていければ、はい、展開変わってくるかなと思いますけどね。ローキック小比類巻選手、これカズムもダメージやっぱりもうありますよね。そうですね、相当なはずなんですけれども、また後半に連れて兄雄也から背中をバチンと叩かれて送り出されました山本直樹。赤いグローブ、左ハイ、やっぱり蹴りでという山本、さらに左のジャブですが逆に蹴りを返してパンチ、青いグローブのカズムです。山本選手はパンチでいくとカズム選手の、あの向こうのペースになってしまうんで、できるだけガードしてローキックを出す、はい、ローに集中した方が本当はいいですね。これですね、この攻撃、ね、あ分かってますね山本。攻撃は今食らわずパンチを返す、さらにローキックといけるか、ここです ね、 そうですね、右左、カズムは右ストレート、その蹴りの技術を拳の力で壊してやれという、クラッシュしてやれというのがカズム。山本は前蹴りから左のミドルキック、中村さんも全てを出さなければいけませんね、はい、そうですね。でもこのラウンドは山本選手のペースなんじゃないですかね、はい、またその波に乗ってきました山本。やっぱりこうパンチブロックしてローを切り返すのと、そこで山本選手が前に 出られればすごくいいんですけどね、はい、それでもカズムも、いやいや山本の方はカズムを下げています、下がらせています。パンチもだいぶ見えてきましたかね山本、鼻血があるので口を開いて呼吸しています、苦しいところですが、さらに左ミドルキック、右のミドルを返すのがカズム。カズムのパンチが少し少なくなってまいりました。中村さん、第2ラウンド終了間際にはカズム拳をまとめたんですが、またここからということなんでしょうかね。ボディへ、そして顔面へ、それでもにじり寄ってくるのは山本、右ローキック、さらに右ロー、やっぱ当たると止まりますよねカズム選手の手が、そこは明らかになってきます。またガードを高くするボディ打ちから右ロー、長い距離のパンチはカズム、前蹴りからちょっとぐらついています。左フック、フェイントで、さらに あと30秒余りというところです。ここでカズムが拳を集中するのか、山本も踏ん張り時です。これがオーバーハンドのパンチ、いざ顔面まで届いてきます。デビュー戦の赤いグローブ山本、2戦目2連勝を狙う青いグローブカズムのパンチ、明らかな差をつけていきたいところです。長い距離山本のパンチ、膝からパンチはカズム、よしよし
ここで試合終了です。さあ小平巻選手感想をください。いやお互いにもうアグレッシブで素晴らしい試合ですね、はい、あと風間選手のパンチ力、うん、あと山本選手のローキック、まあ非常にぶつかり合った試合でしたね。共にその違った武器中村さん、はい、いかんなくぶつけ合いましたね。そうですね、まだあのキャリアはない2人ですけど、こうこれだっていう、こう軸になりそうな武器2人とも持ってるんで、はい、これをこれからどんどん磨いていけば、あのキャリアとともにレベルもアップしていくなっていうのもなんか見れた試合だったかなと思いますね、さあ判定が今下されます。終了結果をお知らせいたします。ジャッジが30対28、青カズム、カズム一票得ています。ジャッジ芹澤29対29、ドロー。2人目は引き分けです。ジャッジ永瀬29対28、青カズム、カズム2対0、判定勝ちです。今ようやく笑顔がこぼれています。